exact radio AM 1008 FM 933の ABC ラジオがお送りしています。経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。ジオはい皆さんこんばんは、えー。パーソナリティの竹山でございます。もうこの番組はもう日本のエンジンとなる僕あの社長たちを招きしてどうやって日本を盛り上げるんだと。 これからこの国の課題をどうやって解決するんだっていうことを熱く語り合いながらもプライベートまで含めていろんなことをお聞きしながら盛り上がっていこう日本を盛り上げようというような番組でございます本日もよろしくお願いしますアシスタントを務めますフリーアナウンサーのリベカですどうぞよろしくお願いしますい,やもうあのいろんな社長にね、うん、出ていただいている番組ですが、はい、今日はあの比較的本当に若き、うんうん、本当に勢いのある オーラがね、すごい社長、今日ちょっとお招きして、なんかこう、ただものではない感がね、ひしひしと伝わってきますね,、うん、ねなんかもう本当、時代がこう変わっていく象徴的な、はい、社長様、今日お招きしながら、うん、日本をどうやって盛り上げていくっていう話をね、ぜひ、えー、お聞きしながら進めていきたいと思ってます、はい、お伺いしていきたいと思います、はい、よろししくお願いします。はい AM1008FM933 の ABC ラジオがお送りしている経営者たちのラジオさてここからは今週のゲスト経営者をお呼びして番組を進めていきましょう株式会社テクニケーション代表取締役社長西田健様ですどうぞよろしくお願いします 若き本当にね日本を背負っていくそんな社長ということでお越しいただいたんですが竹山社長と西田社長、まあ、同年代ぐらいですか同年代ぐらいですあの気持ちはとかいうお,おじさんたちを見て嫌だなっていつも思ってた <laughs> 年になったってことが言いたいでしょい違います。<laughs> ういうね、違いますよ。そんなことない、ね。すごい、今日聞きますね。<え>そんなことないですよ。そんな、はい、あの、西田社長、竹山社長、どこで、こう、知り合われたのかな、うん、と思います、ね。はい、は,いは,いはい、はい、はい。 なんか今あの私の本を読んでくださったということで本当にありがとうごござざいいいまますええー、とんでもございません、まあ、本当に一番最初のきっかけは実はそのベストベンチャー100っていう会員サイトがあるんですけれどもそこの主催者の維新という会社がまずつないでいただいたというのがまあいきさつとしてあるんですが。はいはい ちょっと前 IPO について調べてる時期がありましてアマゾンで,で IPO というキーワードでこう片端から書籍見てたんですよそしたら名前が同じということであれってで一応検索してみるとあれどうやらこれは同一人物みたいだなみたいな感じな,な <laughs> それが最初のこ嬉しわっ,っていうそんな一冊ありました、はい、なのですごいあの何でしょう数奇な縁だなと思いましてあ,ありがとうございます、はい、いも,っもっとね数奇な縁の話をさせていただくとベストベンチャー100をやってリシンさんのつ作ってるベンチャー通信っていう 雑誌があるんですけどベンチャーのこれから上場しようと思ってる会社がドーッとこう特集組まれるようなあのメディアなんですけどね僕これ大ファンでねあそうでしたかう社長まで会いに行ったぐらいもう本当に素晴らしいメディアなんですよでこれの大ファンでも毎回載せてもいただいてるんですけど。 本当にねあのこれだけベンチャーの魂が詰まったメディアってなかなかないなと思ってそこで対象をお取りになられたって話聞いて今日、本当楽しみにしてましたんでどうもぜひぜひよろしくお願いいたします。 それではですね早速になりますが、えー、社長のね人となりを二社社長の人となりをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど簡単に自己紹介をお願いできますですかねはい、はい、え今私あの株式会社テクニケーションっていう、はい、あの S.E.S これ、はい、システムエンジニアリングサービスの頭文字を取った、うん あの略称なるほどはいはい、はいまあ、いわゆるエンジニアを、えーはい、抱えていて、はい、えとそのエンジニアの、はいえっと、労働力と技術力とのを提供しますよということをしてるわけですねうん、うん、まあ各企業はこういったシステムを開発したいっていうようなニーズに対して弊社のエンジニアが対応して開発しますよみたいな、うん、そんな支援をしてる会社でありますなるほどで、えっと、一応あの浦安っていうあの千葉のディズニーがあるところですね、はいはい、あそこであの育ちまして、はい、そこからあの あんまりこう働きたくないなっていう思いがあったので、はい、あのモラトリアムで一応大学に行きまして、はい、どちら行かれたんですか？かえっとメカ大学明海大学行かれたんですね。これもウレアにあったからっていう理由でありまして、奨学金をフルで借りて、うん、あのそう最初それで困ったわけですけれども、なのでまああのまあそういう風うなあのスタートだったんですが。はい まあその学生の時にあのまあ洋服が好きであの自分で買ったものをいらなくなったのでヤフーオークションで売ったらちょっと高く売れた、うん、なるほどはいであこの,あの人によってもの物の価値って違うんだなって気づいたんでこれで起業しようと思って最初会社を起業してなんとかまあ生きながらえて今に至るみたいなそんな行きさつあいわゆるそのヤフーオークションで売ってその自分が着てたものを高く売れたと。 でいろんな価値観を持ってる人たちが値段をつけるんだといろんなものにでこれが企業のきっかけになったはいなのでこれの差であの食っていけるんじゃないかなと思ったんですがそういうことで、ね、その差で食っていくとすごい今時ですねええー、その視点はでもすごいねある意味高く売れてもラッキーにしか思ってないですもんね<ー>私なんかはで何,何をしたんですかその最初は 最初は、えー、とそれで食べていけると思ったのですが、うん、えと早々に食べていけないことに気づきましたな,るほどなんか買ってちょっと利益のせて売れば <laughs> なんですが思ってたんですね最初はねそもそもまずあの仕入れるにお金が必要だなるほどこの大きな盲点が1個あったあ、はいはい,はい。2つ目はいつ売れるか分からないってこう2つ目の盲点がありましのそのものの価値を高く設定すると、うん、当然売れる可能性が低くなるなので こうキャッシュを回収できる、えー、とサイクルが遠くなるしなるし安くすると利益減るるでこれは結構元手がないと無理そうだぞって気づいたので、うん、すぐに働こうと思って <laughs> アルバイトでデータ入力の仕事を見つけたのでそのエクセルにこう情報をこうポチポチと入力していくるようなことを1年ぐらいやりまして、うん、でそれでデータ入力のバイトをしながら次気づいたのが、うん、そういえばアクアリウムが好きだったんですけれども、うん、流木って母の実家が滋賀なんですけれどもあ。滋賀なんですねはい、はい 琵琶湖の周りにいっぱい散らばってるなと。でこれ売ればこんだけいっぱいあるんだから。 食っていけるんじゃないかって。結局なんだ起業家精神なのかな。ねえ。なんか大見商人の魂。騙しみたいなね、話だね、これ。これの急になんか、ね、昔の。ね、メーカーの社長とかが。どうやって一台で財を成したみたいな話に近いよね、なんかね。めっちゃいいような社長を迎えたとは思えない。思えないぐらい。面白、ごめんなさい、聞きましょう、聞きましょう。はい、それで。で、まあ、たくさん持ってきたわけですけはい、は一本八百円、八百円とかの値をつけたんです。が結局。 送料もそれぐらいかかるのでまあ円ぐらいににななりましてでそんなに売れないですと <laughs> <laughs> 売れなかったんですかやっぱりえっとまあそれとてもゼロ本ではないんですけどもとてもじゃないけど食べていけるような本数ではなくてまあ月にそうですね1万円分ぐらいの,あの売り上げっていうかこれじゃあ無理だなと会社はもう立ち上げてたんですかまだ立ち上げてない データ入力のアルバイトを1年間したっとに何か事業するにはあの会社を立ち上げる必要があると勝手に思い込んでいたのでググって行政書士さんにお願いしてあの合同会社っていうのをまああの作りましたこれも正直そんなことしなくてもこう商売ってできるじゃないですかなんで本当にあに知識がなかったっていう個人事業主とそこが少し,少し大きくなっていく過程の 話ですね今のところはね本当はなるほどなるほど、OK、本当はそこから法人なりするっていうのがあるんですけども <はい S 2> そのステップを飛ばしてしまってまあ法人設立してしまいましたと <はい S 2> で次にあのそういえばあの誰も,誰もがそのいらないものって一つは持ってるだろうと思って <はい S 2> で片っ端から個人宅にピンポンしてもらおうともらってそれを売ろうっていうふうに思いましてえと今度はまあ一個一個こうピンポンしていっていらないものありますかっていうふうに ビジネスとして今成り立ってるビジネスですねそれはまあやってるところもそうですねあのいわゆる古物だとかを回収するのですごくそれで上場してる会社もたくさんあるんで今ねすごいなその起点それ何年前の話ですかそれえとしかも24の頃なので9年前ぐらいそうですね9年10年ぐらい前のちょうどでもそのビジネスが一番伸びてきた時期ですね ただあの、うん、残念ながら全くうだつが上がらずに結局その2018年までえー、とその商売をしてたんですけれどもあの最後の期でも年商で1600万円とかっていうで1600円まで前まで行ったんですねいやでもまあその,その片っ端からピンポンしてものをもらってくるっていうことをしてそこまで行ったっていうのはまあ,ある種よくやったなって思うんですけど。うん 結局それはたまにいいものが出てきて月によってドーンって跳ねたりとか逆に全然うだつがらない月やったりとかでこれ以上こう先がなさそうだなっていうところで辛いですよねその時期僕も経験してますけど過去そうでしたかん辛いですよねその時期ね全然うまくいかないのね思ったようなこうなるはずがねそう, <laughs> そうなんですよ いつくばってる感じがね、はい、の最近の見えない感じでね気持ちが暗くなるんですよねいやまさしくそうです、うん、あのずっとなんかその時はイライラしてたといいますかんでこんなんなんだろうみたいな全部自分のせいなんですけれどもただまあそこで限界を感じて一般企業に社員として勤めようというふうな決意をし,まして会社を休眠の手続きをしまして、えー、でたまたまあの なんか当時その、まあ、IT 業界って結構盛り上がっていたんですけど2018年ぐらい、はいはい、コロナが流行するちょっと前ぐらい、うん、景気が良くてで中学の頃にこれこう PC をもらって、うん、で当時レンタルサーバーを借りて、うん、そこに自分の趣味のホームページを作るとかっていうことをしてる人が多くてこれあの僕もやっていたんですよ、ね。うん、な,なので HTML とか CSS とか JavaScript とか、うんうん、PHP とかっていう,こう一般的にはそのウェブで構成される あの技術っってていいうのは知っていましたとなるほどでサーバーっていうのにあげるとみんな見れるようになるんだっていうぐらいの知識あったのでプログラマーになれるなとなんか思い込んでましてそのままあのいわゆる SES の会社今私がやってるあの事業のえっと同業他社なんですけどもそこにあの応募してで拾ってもらえたっていうのがあの会社員としてのそのなんかそっちの道の方が何だか未来があるなと思ったんですかそうですねあの、うん まあ当時あの高校の時の同級生を雇っていたんですけれどもうん、うん、彼が辞めるとなってそこでちょっともう無理かもししれななないいって思またるほどそこで心が折れてしまったというかもうこれは自分一人でやっててもこのままずっと低空飛行していくんだろうなっていうところであの僕としては同級生もっと頑張ってほしいなっていう気持ちがあったんですがあのまあとはいえなかなかそれも言い出せず。 友達と仕事しちゃいけないんだよね、やっぱね <laughs> ただまあ逆にその僕がその友達に言いたかったことをあの言われずにあの会社員としてあの働くことでどっかの会社に貢献したいなっていう思いがあってうんうん友達ってやっぱり優劣じゃないんですよね、組織ってどうしても優劣になっちゃうんでね、そこが難しいところですよねそうですね。 ただまあ自分も能力がなかったというのもあってうその友達にこう強く言えるほどの実績も上げられてないですしなのでそうですねそういうもやっとしたところがあったんですが、はい、一般企業であの勤め上げようとでそこからのまた家庭今の事業につながるんですけどあの、はい、お聞きししてもよろしいですかねそこの会社に入社してもともとはそのエンジニアという枠で応募したんですが、はい、えと営業でどうかというふうな打診を受けまして。うん あのその時はもう一般企業で働けるってことが自分にとっては夢のような存在であの会社員として毎月お金もらえるっていうのが本当夢のような環境で素晴らしいその経験はすごいな当たり前のことなんだけどさ今もそうかもしれないけど僕ら当たり前じゃないじゃない当たり前のようにお金もらえないじゃない基本的には、うん、稼がないと立場としては社長っていう立場はさおっしゃる通りですねえ そこの差ってすごく最初からそれ分かっててそう入ったんだそしたらももう力つついたたででししょうでもそこからきました、ね、やっぱり当時もうあまりこう時間関係なしに働いていたので会社員として働いて、はい、あ9時から修行でいいんだみたいなあ18時で退勤なんだみたいなのがありまして、まあ、実はちょっと早めに出勤したりとか。 まあ残業したりとかもしてたんですけれどもいずれにしても9時から18時まで働けばこれだけのお金が入ってくるんだということで結構衝撃を受けましてでその時間内でいっぱい成果を上げないと次はあのクビになるんじゃないかっていう不安がありましてまずその営業の中で一番成績を叩き出さないといけないというふうに思いまして一生懸命こう働くことになったんですけれども、まあ、くしくも まあその営業の中で僕の上長だった方が育休に入られたりだとかっていういろんなのを重なったんですがその営業のえっと部の中のリーダー的なポジションにあの半年目ぐらいでしていただけてそこであの自分に一つ自信がついたといいますかっていうのがあのまあ体験としてありましたとベンチャーに入られたんですねじゃあねえでもその時はもう当時で100人ぐらいの規模であっ100人になられてた 七十名ぐらいでフリーランスの方が三十名ぐらい毎月稼働しているような会社でありましたで年商で七億ぐらいとかそういうぐらいだったと思いますベンチャーですねでもねはいでその後その後は、うん、えっともともと月給五十万円欲しいというふうな思いがあって、うんはい、えっとその会社に入社しました、はいえー、ハローワークの求人サイトにキムチとかあの年収とかでフィルタリングかけて検索って押すとヒットする会社っていうのがこう一弾で出てくるんですけれども、うんはい 当時の僕の希望をクリアできる会社はその会社しかなかったのでそこに入りましたと。はい、で月50万円欲しいんですっていうことも面接にお伝えして実績を出したらいいよというふうなことをおっしゃっていただけたので、えー、とそれに向けて一生懸命頑張っていたのですがどうやらちょっと難しそうだぞっていうことが、うん、あの分かってしまいましてそれ少し意気承知しましたと。うん、やっぱりもともと会社員として骨を詰めるつもりだったんですけれども。うんうん これやっぱり改めて自分でやりたいなって気持ちが湧いてきてしまってうんうん、うん、それはそうだいう、ね、<で>仕組み分かってくるとねはい1年と2か月、うん、2> あのその会社お世話になって、うん、以前そのリサイクルリユースの事業をやっていた合同会社を株式なりして立ち上げたのが今のテクニケーションという会社になりますあそうなんですねテクニケーションという名前の由来って何なん,なんですかいわゆるる IT エンジニアに求められる要素としてこう、ええ 技術力力とコミュニケーション能力ってこの2つなる語になするほどなるほどななでその後すごい勢いで成長されてってるじゃないですかはいでなんかやられてることは通常のシステムの会社で企業のニーズ聞いてシステム化 DX できるものをどんどんやっていこうっていうようなこと多分やられてるんだと思うんですけど、はい、まあそれはネットワークもあるし何々もあるし全部やれるものを全部やっていこうっていう。 エンジニアの方たくさん集めて、はい、今 200? すごいだって2018年のさっきのこの話でしょ2019年ぐらいから始めたんでしたっけこれあおっしゃる通りでありましてじゃあ1年間そこで修行してで1年後ぐらいにまた休眠中の会社を戻してで今2024になりましたけど。 二百四十名って結構な数ですよこれ。そうですねこれ想像がつかないんですけれども、あの去年忘年会をしまして、みんなこうリモートワークしてるのであまり実感なかったんですが、まあ百七十名ぐらい来て、本当に実在してたんだなっていうのを、なるほどですねあの実感したっていうようなことで。あ結構リモートなんですね皆さんね。えあのほとんどのものがリモートワークしまして。そうすると場所を取らないから。 そこの,そのコストがないんですね。そこのね。そこも強いですね。<ねえ S 1> やっぱり。コロナが流行してから、あのリモートワークがこう普及しましたので。まあ、やっぱり時代家賃があまりかからないというところは、あのかなり大きかったですし、交通費もかからないですね。はい、なので、あらゆるあのコストがあまりかからなくなったので。立ち上げたばかりの会社だったんですが、スケールできたのかなと。例えば、こう打ち合わせも連チャンでこう入れれるっていう、うん。うん リモートだとね、あの移動がいないからね。移、うんええ、動がない分そう打ち合わせのえっ、ー、と場をたくさん設けることができるっていう,うそこも大きかったのかなとす。すごもりをだから本当にきちっと活用したビジネスですね。しかも割と子育ての環境としても別に東京にいなくてもいいってことですもんね。ええ、あの内勤のものは山梨にいるものもおりますし、あとはそうですねエンジニアで北海道とかあの。うん まあ九州の方にいるものもおりますし本当全国にちり散りといるようなイメージです、ね、これはすごいことですね。ビジョン的にはこういう人材をやっぱ1,000人ぐらいまでまず増やそうとかそういうなんか定量的な目標みたいのってあるんですかえと実はあのここまで人が増えると最初は思っていなかったです。<laughs> な,るほどなので正直あの、まあ、最終的に100名ぐらいいけたらいいなっていうふうな思い始めてたんですが。えーえーえー すぐブレイクスルーしてしまったというか、なのであの当初はそういうのを掲げてなかったんですけれども、まあこの業界におけるそのリーディングカンパニー的なあのポジションを狙いたいなというのはあの実はおぼろげに思っております。社員数の規模でいうとそうですね、1000名ってなるともうかなり大きいと思ってまして、この SS って言われるあの企業の平均的な社員数ってまあだいたい まあ百いってない会社が多くて。そうですよね。社員数と会社数で割ると、おそらく三十名とかになるうん、うん。ような計算でありまして。なので。千名超えの S. C. S. 企業ってなると、本当も数えるほどしかない、うん。し<か>あの事業のラインナップっていうのは、基本的に開発オンリー。 あのアプリの開発とあとはそれを乗っけるための土台の,そのサーバーとかネットワークのインフラ周りのンイフラ周りですよね。この2つがやはり多く大きいんですね。自社でなんかこう何か開発しようとかって機運はあまりないんですかねえとこれ自社の何かを作って販売するっていうのはもちろん考えたことあるんですけれどもこれはあの片手間でやっていると絶対にこう伸びないと思ってましてそれにフルコミットすればあのいけるかもしれないと思っています、うんうん。なるほど 弊社は SES っていうところにフォーカスしてそこを真剣に突き詰めるっていうようなスタンスでいるので、うん、あえてやらないっていうことですねそれ以外をあえてやらないもっと儲かることは知ってるんだけどもそこはやらずに SES だけに特化していくっていう,うそういうあの以上計画で、うん、はい。 それ,それはなんでそんな計画それは片手間になっちゃうからっていうことなんですかねはい何か他のサブの何かをこう並行しようとすると頭のリソースがそちらの方に持っていかれて結局 s e s 一本に振った方が SES の事業を伸ばせるからというふうに思ってるっていということなんですね。<は>いうことなんですね。なるほどな面白いなああね高校まで来ると通常だと多角経営をある程度見たりとか安定しストックビジネスをあ,のある程度見てったりはするんですけどあまりそういう感じは ないいってこことなななんででですすすねねねそそうはあまりないですねなるほど。<はい S 1> 仕事の取り方っていうかいろんな企業との出会いっていうのをこれもあれですかネットでで知り合っていくんですかあのお客様の,そのホームページにある問い合わせフォームから連絡することもあるのですが実際には SES 企業っていうのはタレントの事務所にちょっと近いところがあると思ってましてあの優秀なエンジニアがたくさん在籍しているとそのお客様から見るとそのシステムの開発の業務を行うのは SS 企業のエンジニアですので、うん、優秀なエンジニアがいっぱいいると魅力的に映るなるほどというのがあるので優秀なエンジニアがたくさんいると先方の方から声をかけてくれますなるほどと、はい、いうのがありましてなので実はこちらからこうアプローチするというよりかは逆にこうご連絡いただけるケースが多い,とい。 キャストを磨くとあ本当にまさしくあのその通りでありましてなのであの社員に<え>あの IT 系のこうベンダー資格の職を促したいだとかということで社員の,あの魅力を高めていくそれは彼らの,その市場価値にもつながりますしあのエンジニアとしての,その価値向上につながって、えっと、会社の価値向上にもつながってでお客様にも貢献できてっていうこの三方よしが成立するっていうところですなるほどね、はい、すごいな経営者たちのラジオ経営者たちのラジオ では、ここでですね、ゲスト経営者の思い出のある曲ということで、ええー、株式会社テクニケーションの西田代表取締役社長にお願いしたいと思います。はい、えー、ビーズの破れぬ夢を引きずってっていう曲なんですけれども。あの、子供の頃、あの、あまり聞いてもピンってこなかったんですけども、歌詞が良くてですね。まあ、なんか、その一丁一石じゃうまくいかないけど、あの。 なんででしょうっていうこといこ歌ってるわけですよねで確かにあの僕もお金なかった時に一発逆転してやろうみたいな思いでこう流木売ろうかなとかいろいろ考えたんですがうん、うん、その話た <laughs> <laughs> だまあそれはやっぱりあのちょっと安直で今なんでうまくいったかっていうと、うん、やっぱり地道にこう積み重ねていった結果が今あの の状況をこうなしてるのかなと思ってます,すごいなはいなんでそんなところがこの曲を聞いて確かになっていうのをねてるでもてこの曲の歌詞を聞くとなんか今お話しされてたこととすごくリンクして何、うんね、かほん当に西田社長のテーマソングみたいに聞こえてくるような、うん、そんな曲だなと思いました経営者たちのラジオ経営者たちのラジオ,ラジオ ズバリさんんん人が好きななだよああそうなんですかねそうなんだよすごく好きで触れたくて会話したいしだから高校時代に一緒にいた人と一緒に仕事するんだけど離れた時に折れたって言ったじゃないですか大好きなんだよ。それは仕事で儲かる儲かんないの以前にこの人がいなくなったことが自分の心の中でポキッて折れちゃったんじゃないのかな。ああそれは本当に確か今 腑に落ちたと言いますか。うん、ちなみに彼はその後に今、今新しく今テクニケーションを始めて、呼び戻して、えー。<laughs> あ、やってるじゃいですか。そうですね。だから、そこは多分ね、うん、人の。人なんですよ。今の時代の、ある意味カリスマなんだと思うんだよね。うん だからそれで人が集まるし今の働き方もそうだし時代が変わってなんかこうインパーソンじゃなくってもうこうやってねうん、うん、コミュニケーションこう240に集めて取れるっていう、うん、やっぱすごいですねきっとね経営者たちのラジオ経営者たちのラジオさて話はまだまだつきませんが今夜はこの辺でお別れです経営者たちのラジオではリスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています。 メールアドレスは経営者アットマーク ABC1008.com 経営者アットマーク ABC1008.com です。竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら番組のメールアドレスまでご応募ください。そしてこの番組は放送終了後、ABC ラジオ公式 YouTube チャンネル、株式会社タスクのホームページ上でも配信をしています。ぜひご覧ください。 この番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました。